あ、トーマスが走ってる。ほら。機関車じゃねえ、トーマス。今日のトーマスは。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。線路じゃないところも。はい、ここ使ってください。どうもこんにちは、体育の兄さんでございます。どうも、はい、どうも、モンパイアでござる。もう、砂が方向、風が相当強くて鳥取なのだよ、ここ。ごめんなさい。ていうかさ、こっから撮影したけど、まだまだ遠いんじゃねえの。じゃあ一回ここで止めます。なんかすぐ見つかっちゃったね。能書きあるよ。はい、能書きドン。説明どうぞ。桜木神社。はい。ちょっと持ってもらって。はい。こっち開くよ。ゴーストチューブやりましたよ。前回忘れたんで。風が強いわ。ね。本当なのかな。この鳥居で首つったって。これかな。あそこの後。これ。はい、パワースポット巡りでございます。あ、じゃあお邪魔します。桜木神社はパワースポットで有名でございますね。風が強い。てかこれ車止められたじゃん、神社のところ、脇っちょ。いや、これほら、車軸の跡があるから止められるよ。あの、車で来てもいいように、お社の隣にね、置いてる可能性があるんですけど、そうですね、凍ってる？はい、お邪魔します。寒いですね、こちらは。砂ぼこりがすごいですけど、時代だけ見たい。
ちょっと多分時代がどっかに書いてあるはずなんだけどね。まあいっか。はい。じゃあ参拝しましょう。ゴーストチューブは黙ってんな。今桜木神社に来るとこういうものがありまして、こういうね手書きの本をね自由に配ってるらしいです。ぜひこちらに参拝した方はお読みになられてはいかがでしょうか。無料なの以上ね。で、その森田なんたらさんっていうのがこちらにあるんでしょ。